こんにちは、藤谷カメラ店です。今回もですね、前回に引き続き2023年藤谷カメラで一番たくさん売れたレンズ、今回はレンズメーカー編になります。それではご覧ください。じゃじゃん。第3位にランクインしたレンズはタムロンの 35150F2 2.8DI3VXD です。いつでも品薄になってしまいましてですね、ご迷惑かけて申し訳ありませんでした。画角が変えられる単焦点レンズと言ってもいいような大きなボケを持ったレンズで、大変な人気のレンズとなっております。35-150mm というあまり聞き慣れないというか、他のメーカーではないような画角になるんですけれども、実際に使ってみると思いのほか使いどころの多いレンズで、僕自身も数回使わせていただいたんですが、とても使いやすいレンズだと感じました。またですね、ボケの美しさにも非常に定評があってですね、ボケが大きいということだけではなくて、柔らかいボケ味、こちらも大変魅力のレンズとなっています。それではこちらもお客様からレビューをたくさんいただいておりますので、一つご紹介したいと思います。お客様ご購入になったレンズはニコンの Z マウント用のレンズになります。ソニーマウントの同期を見てから、ポートレートやライブ撮影に万能な焦点域と明るさが羨ましく、Z マウントを待ち望んでいました。手に入れて愛用してみて、本当に人を撮るにはこれ1本で賄えてしまう素晴らしさに感動しています。純正レンズと比較すると、AF の追従性はやや劣るのは致し方ないですが、それを差し引いても素晴らしいレンズ。メーカーがやはりポートレート用として開発しているだけあって、人物を撮るには最適なレンズとなっているようです。じゃじゃん。2023年富士屋カメラで一番売れたレンズ第2位は、3位と同じくタムロンのレンズです。 28-200F2.8-5.6DI3RXD になります。ミラーレス用の設計を最大限活かして、高倍率ズームでありながら非常に高性能なレンズとなっております。通常はワイドターン 3.5 であるとか4のケースが多い高倍率ズームなんですけれども、こちらのレンズは 28mm ワイドターンでも F2.8 を達成した少し明るい高倍率ズームというところも評価されたポイントではないでしょうか。28-200という高倍率レンズとしては、さらにフルサイズ対応レンズとしてはですね、比較的コンパクトに設計されているところもこのレンズの特徴です。またですね、ズームの動きなども比較的スムーズで、タムロンはこういったこう比較的便利ズームみたいなレンズでも、こういった動作感であるとかに妥協していないところもいいところだと思います。富士屋カメラでも人気のタムロンのレンズですけれども、こちら私が選んだタムロンのいいレンズ3選というのを別に動画でありますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。それではこちらのレンズにもお客様からたくさんレビューをいただいておりますので、一つご紹介します。荷物が減りました。今までは交換レンズを 2,3 本持ち歩かなければいけなかったのが、これ1本で賄える手軽さが非常に良いと思います。大体はオールマイティに行けますが、これ1本で使いこなす楽しみが増えました。高倍率ズームというと便利ズームで、何でもこうズームでフレーミングを変えて撮れるというイメージがあるかと思うんですけれども、単焦点レンズを複数本持つようなイメージで、画角を変えてそれに合わせて自分でフレーミングをするなんていうのもなかなか楽しい使い方なんじゃないかと思います。じゃじゃん。それでは2023年富士屋カメラで一番売れたレンズ、レンズメーカー編第1話、こちらのレンズです。シグマ 18-50F2.8DCDN コンテンポラリー富士フィルム X マウントです。昨年あたりからですね、富士フィルム X マウント用のレンズメーカーのレンズがたくさん出てきてですね、とても心強いなというふうに思います。カメラは非常に魅力的なメーカーですし、レンズも粒揃いではあるんですけれども、やはりちょっと純正レンズとは違った味付けのレンズメーカー製のレンズを使えるというのは大きなアドバンテージになると思いますので、今後ともレンズメーカーさんにはぜひ頑張っていただいてですね、 X マウントレンズもたくさん開発していただけるといいなというふうに思います。こちらの18-50ですけれども、見ての通りですね、これで F2.8 透視とは思えない驚くほどコンパクトなレンズになっています。もちろんボケ味ですとか性能的な部分もシグマのレンズですので、コンテンポラリーということでアートではないんですけれども、なかなか高性能なアートに近いような描写をするレンズだと思います。またですね、デザインもこうシンプルなものなんですけれども高級感があってですね、
カメラのイメージを損なわないっていう点もいい点かなというふうに思います。それではこちらのレンズもお客様からのレビューを1本紹介したいと思います。とても使いやすいです。特に良いと感じたところ、軽量コンパクトで持ち出しやすい、 AF が静かで動画撮影時に音が入る心配が少ない、フォーカスブリージングが少ない、フィルター径が 55mm なので ND や PL フィルターの価格が抑えられる、写真でも動画でもとても使いやすいレンズです。購入して非常に満足しています。さすがフジヤカメラのユーザーさんだけあってですね、フィルターの価格であるとかそんなところにまで言及しているレビューになりました。またですね、最近ではこう写真だけではなくて 4K を使ったハイスペックな動画を撮る方も多くいらっしゃると思うんですけれども、こちらのレンズはそういった動画の設定にも向いているという部分にもチェックを入れていただいてます。最後にレンズメーカー製レンズのまとめを少しお伝えしたいと思います。レンズメーカーのレンズを選ぶ方はですね、純正にはないプラスアルファがあるレンズを選ばれているという印象です。あとはですね、X マウントのレンズもレンズメーカーさんのレンズ徐々に一般的になってきていますが、まだですね、例えばニコンの Z であるとかキャノンの RF、 こちら少数派ということになりますので、こういったレンズもぜひぜひどんどん開発性ラインナップに加われば盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思います。実はですね、今回は3位までの紹介でしたので、ここでは紹介をしなかったんですが、4位と5位にはですね、北斗レンダーのレンズがランクインしていました。北斗レンダーのレンズご承知の方多いと思うんですけれども、オートフォーカスのできない、マニュアルフォーカスしかできないレンズになるんですが、こういったちょっとマニア受けするというか、写真を撮るのが楽しくなるようなレンズですね。こういったレンズが4位、5位にランクインしたことは驚くとともにですね、さすがフジヤカメラのユーザー、お客様だなというふうに感じました。いかがだったでしょうか。2023年フジヤカメラで一番たくさん売れたレンズ、レンズメーカー編、なかなかちょっと個性的なレンズが多くラインナップしていて面白かったんじゃないかと思います。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。